はい、こんにちは。カズボです。ドラゴンクエスト10オフライン続けやっていきたいと思います。これはね、if 編としましてね、アーカイブにね、残ってると思うんですけど、またそれとは、ね、違う感じで動画に残そうっていう感じの動画になってます。ということで、5つエンブレムを集めた後ですね、その後まではライブでやってましたけどね、その次は、6つ目からはね、普通に動画として残ってますので、そこの if ルート終わったらそちら側をね、ご視聴いただければ嬉しいと思います。はい、ということで、まあ、どっか向かえばいいんでしょうね。フォーローが出てくると思いますね。ほっほー、これはこれは、またまたあったの。アストルティアに知らぬことだし、ご存知、フォーローの賢者フォーローじゃ。一目見てピンときたぞい。お主、ついにオルフェア、ジュレット、グレン、アズラン、ガタラのキーエンブレムを集めたようじゃな。いやはや見違えたの。グレイトかつマーベラスなお主の強さ、ビンビン感じるぞい。時は来たれりということか。ではかねてからの約束通り、今こそレンダーシア解放への道を教えちゃおうぞ。レンダーシアを封印から解放するには、それを成した者、冥王ネルゲルを倒さねばならんのが道理じゃ。だがネルゲルの支配する冥界への入り口はランドン山脈の奥深く断崖の先にあり、誰もそこへ至ることはかなわぬ。しかし方法がないわけではない。この放浪の賢者放浪に任せておけばバッチリじゃ。まずはオーグリード大陸にそびえるランドン山脈の冥界への入り口が見える断崖まで行ってみることにしようぞ。次は港町レンドア。レンドア、最近野外を旅する方が魔性の被害に遭うという事故が多発しております。お出かけの際はくれぐれもお気をつけて、魔性には寄らず触らず踏み込まずを心がけ、安全な旅をお楽しみください。聞いたじゃろう、近頃魔性の被害が増えているのはレンダーシア封印の影響に他ならぬ。このままネルゲルめを放置すれば、やがてアストルティアは魔性に覆われ滅ぼされるじゃろう。それだけは防がねばならん。わしはこうして世界をめぐり、お主のような若者が育つのをずっと待っておった。お主はわしの希望じゃ。どうかこの使命果たしてくれよ。熱弁を振るっていたら駅弁を食いそびれてしまった。じゃが港町レンドア駅では名物グランドタイタス丼を買わねば。悪いがここで失礼させてもらうぞ。もう一度言っとくぞい、オーグリード大陸にそびえるランドン山脈に向かうのじゃ。そしてその奥深くにある冥界への入り口が見える断崖まで行ってくれ。わしもすぐに後を追うからの。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。皆よく来たの。あれがネルゲルの居城、冥王の心臓じゃ。あの
中にお主らエテーネの民を滅ぼしエンダーシアを封印した悪の権化ニックキ・ネルゲルがおる。今からわしが冥王の心臓に行けるよう光の橋を架けてやろう。それを渡りネルゲルを倒してくるのじゃ。では行くぞ。邪悪な力じゃ。たとえ橋がかかったとしてもあれではお主らが飲み込まれてしまうな。さてどうしたものか。そういえばわしの連れ合いが昔気になることを言っておったな。わしの連れ合いは予知の力を持つ女でな、何でもピシャリと言い当てた。奴がある日突然言ったんじゃ。輝けるハジャブネは時の海を渡り救世主大いなる闇を越えるとな。ハジャブネとはその名の通り邪悪を退け天空を駆ける魔法の船だという話じゃ。連れ合いが言うにはそのハジャブネを作り出すことができる魔法使いの末裔がグレン城に身を寄せているらしい。その者の手を借りれば冥王の心臓までたどり着けるかもしれんな。ここはあやつの予言を信じその魔法使いに会ってみようではないか。わしもグレン城に向かうとしよう。ハジャブネの魔法使いは城下町のどこかで暮らしているはずじゃ。それではまた向こうで落ち合おうぞ。はい、ということでグレンに行くんですけどね。グレンでねとある方がいますんでね、まあ、その方のためにこのゲームを語って人もいますからね過去グレン編ですね、今回はね。さあ、押し売りなら帰っとくれよ。邪魔するぞい。ハジャブネ使いの末裔フルッカじゃな。わしは賢者ホーローじゃ。そなたに頼みがあってきた。え？フルッカは私だけど。今時ハジャブネ使いって担当直入任用。冥王の心臓に行くためお主の力が必要じゃ。わしらのためにハジャブネの術を使ってくれんか。は？冥王の心臓？何よそれ。それにハジャブネの術なんてあたしは使えないよ。何？お主は使えないのか？ならば誰が使える？ハジャブネの術は一子相伝の術だと聞いたが。今は誰も使えないわよ。
あたし一人っ子だし、そもそも父ちゃんが使えなかったしね。つまりそんな術どこにもないってわけ。はじゃぶね使いの一族なんて肩書きも大昔ならともかく今は使わないわよ。なんということじゃ。はじゃぶねの術は歴史の中から消えてしまったというのか。万事休すじゃな。いや待てよ。おお、そうか、そういうことか。わしの連れ合いはこのことまでちゃんと見抜いておったわ。先ほどわしが教えた予言を覚えておるか。輝けるはじゃ舟は時の海を渡り、救世主大いなる闇を越える。この時の海を渡りという一節は、現代に失われたはじゃ舟を過去に遡り復活させることを意味してたんじゃ。いかにも信じられんといった顔じゃな。だがお主がいればそれも可能であろう。かつて自分の姉に時渡りの術を使ったお主ならばな。だがその力を使うためにお主は人間の姿を取り戻す必要がある。その体の持ち主は別の種族のものだからな。ハンズルでない、お主の真の姿は故郷エテーネの村に今も存在しておる。おいおい、じいさん、言ってることがさっぱりなんだが、時渡りとか真の姿とか。この方はこの方でしょ。いや、今のこやつはこやつにしてこやつにあらず。かつて冥王ネルゲルに滅ぼされた人間の村エテーネの民の魂が不幸な死を遂げた者の肉体に宿った、いわば生き返しを受けたものじゃ。生き返りですって？さっぱりわけわかんねえです。それってこの方の中身は別の人間ってこと？にわかには信じられねえ話ですね。まあわしは生き返し前のやつのことなんぞ知らねえんで、どうでもいいです。これからわしの呪文でこやつの魂をエテーネの村まで送り届けてやるから、お主は人間の姿を取り戻すのじゃ。こやつと共に戦う者らよ、お主らはエテーネには行けぬ。心の整理でもしているがよかろう。よいか、わしはここで待っておる。準備ができたら再びここへ来てくれ。何勝手に決めてんのよ。ここ私の家なんですけど。お前の物臭な根性も過去を変えたついでに変わればよいの。ネルゲルの手に落ちたエテーネの村では何が起こるかわからんからの。しっかり準備を整えてくるんじゃぞ。はい、整いました。エテーネの村に行く準備はできたかな。よし、それではこれからお主の故郷であるエテーネの村までお主の魂を飛ばしてやろう。魂だけじゃからの、仲間とはしばしお別れじゃ。冥王ネルゲルにこちらの動きを読まれる恐れがあるため避けていたが、もうそんなことは言っておれん。よいか、もう一度言うぞ。お主の人間としての姿は
これから行くエテーネの村にある。今こそその真の姿を取り戻す時じゃ。時を超え、ハジャブネを復活させるというお主にしかできぬ使命を果たすためにな。生まれ育った村の惨状を見るのは辛いことかもしれんが、頼んだぞ。世界の命運はお主にかかっておる。かということで、エテーネに魂が行きましたね。この村を不思議な技で救ってくれたのじゃ。その者は時渡りの術で遠き未来より過去に飛ばされ、滅びの運命を逃れ得たエテーネのパン。そう、お前の姉のことじゃ。わしはあやつが生まれた時から、あやつこそあの錬金術師だと気づいておった。そしてあれを過去に送った時渡りの術者が妹であるお前だということにもな。お前たちの成長を見守りながら、わしはかつて錬金術師が語った滅びの運命が我らに近づいていると悟ったのじゃ。さあついてくるがよい。お前が帰ってきた目的は分かっておる。すべては今日のためにあったのじゃからな。この通り魂の抜けたお前の体を神様が守っていてくださったのじゃ。この体に触れればお前の魂は自然と元に戻るはず。さあ触れてみるがよいぞ。なると分かってはいたが、やはりこの目で見るまでは不安じゃったよ。さあ、あとは神様に目覚めていただき、お力をお借りすれば。人の姿を取り戻したか。忌まわしきエテーネの生き残りよ。だが、この地はすでに我の支配か。ここで起こることは全て冥王ネルギルの知るところ。我が闇の片鱗はその内にあるものを焼き尽くす。貴様に逃れる術はないと知れ。こういうことか。やはり告げは正しかった。
覚えておるか。あの日わしに頼まれてお前が取ってきたテースの花じゃ。今こそこれを使うべき時が来たのじゃ。受けておるじゃ。それを知りながらもはや何の手助けもしてやれないわしのことを許しておくれよ。だがお前なら、亀様の申し子であるお前ならきっと乗り越えてくれると信じておるぞ。お別れじゃ。わしのことは気にせずに行け。そして必ずや冥王ネルゲルを倒すぞじゃ。エテーネの村の人、もう知ってるとは思うけど、私はアグラニの。そうそう、さっきまであんたの魂が入ってたドワーフの娘の姿、あれが私なんだわ。神様もなんでまた同じ名前の門の魂を私の姿に入れたりしとんだろうに。ややこしくって仕方ないよ。気にしなくてもいいってばさ。私あの時もう死んじゃってたから、別に痛くもなんともなかったし。それに今のあんたの姿より私の姿の方がめんこいだろう。あんたさえよければこれからも私の姿使ってもらって構わないよ。いやー、あんたは運がいいわ。そうそう、私の姿だけど人間の姿に戻ったあんたの中に今もちゃんとあるみたいなんだわ。嘘だと思うんなら教会へ行ってみな。そうすりゃ人間の姿と私の姿、好きな時に好きな方を使えるからさ。こりゃきっと冥王ネルゲルを倒すって使命のためあんたに宿った能力にちげえねえだよ。聞こえますか、エテーネの民よ。この声の主があんたをここまで運んでくれたんじゃないかね。多分これって伝説の天魔。今の私の力ではあなたをこの光の神殿の結界の中に逃がすのが精一杯でした。冥王ネルゲルの持つ闇の力は今やこの世界の光の力を圧倒しています。このままではレンダーシアは愚か、世界のすべてがいずれ闇の封印に落とされてしまうことでしょう。そしてそれを防ぐことができるのはエテーネの民の姿を取り戻したあなただけなのです。あなたは古のエテーネの民の血を最も強く受け継ぐ者。その力は歴史の因果すら変えうるのです。ネルゲルもそれを恐れるがゆえにエテーネの村とエテーネの民を滅ぼさんとしたのでしょう。そして私はわずかな希望をつなぐべく
あなたの魂を生き返しの義によって逃がし、ネルゲルの目から隠したのです。今こそ希望の目の息吹時、あなた方が大地の箱舟と呼ぶ乗り物、あれこそかつて天の箱舟と呼ばれた神秘なる存在の生まれ変わりし姿、私に近しい存在であるかの箱舟が、時渡りの力を持つあなたをあるべき時代へと導いてくれるでしょう。そしてもう一つ、今かけた魔法によって、あなたは人間の姿、ドワーフの姿、どちらであっても他者から同じに見えるようになりました。これであなたのことを知る人々が、あなたが姿を変えることによって混乱することはなくなるでしょう。過去への旅の準備は整いました。さあそろそろお戻りなさい、エテーネの民よ。どうやらあんたのやるべきことはっきりしたみたいだわね。できたら人間の姿だけじゃなく、あたしの姿も役立ててほしいもんだわ。で、ものは相談なんだけどさ、その姿であたしの果たせなかった夢を、いや、今言うべきことじゃなかったね。悪い悪い、忘れてほしいんだわ。そんじゃ気をつけてな。きっとネルゲルの野郎を倒してレンダーシアを解放しておくれよ。ね、過去に行くんですけど、だいぶ違いますからね、ここもね。追加されてるイベントが相当ありましたね。お、仕草。これで、エテーネの挨拶を覚えます。などか。そうか、その姿が、いかにもお主らしいキャッチーでグッドルッキンな面構えじゃが。はあ、俺には何も変わったようには見えないぜ。いつも通りの元ポツコン2号ですね。どうやらエテーネの守り神の力がお主らに働いているようじゃの。お主らが慣れぬ姿に惑わぬようにと、コンビニエンスかつスタイリッシュな計らいじゃろうて。間違いなく人間の姿を取り戻しておるよ。これならば、よし、それでは向こうで何があったか詳しく話してくれるかな。そうか、アバのやつに会ってきたか。死してなおお主を見守っておるとは、まったく見上げた女じゃの。そして自分の真の姿を取り戻した後、光の神殿で不思議な声から助言をもらったというのか。ならば間違いない。その声の導き通り、人間の姿で大地の箱舟、列車に乗れば波折舟が失われた時代に行けるはずじゃ。実はな、お主をエテーネの村に送った後、わしもこの家にある書物を読み、波折舟について調べてみたんじゃ。
こんな大事なものを読まずに埃をかぶらせておくとは、古っかには呆れて物も言えんわい。この書にはグレンの歴史が書かれていてな、ハジャブネという記述が消えたのは今から500年くらい前からなんじゃ。でな、気になるのはこのページじゃ。ちょうどそれと同じ時代、空前の大災害があったと記されておる。大災害はその時代に生きる者が力を合わせなんとかしたようじゃが、ハジャブネはなぜか姿を消してしまったんじゃ。よいか、お主のなすべきことはハジャブネの術が途絶えた原因を突き止め、現代にまで継承させることじゃ。未知なる過去への旅、長い道のりになるかもしれんが、自分の使命を決して忘れるでないぞ。冥王の心臓にたどり着くためには、ハジャブネの力を借りるほかないのじゃ。頼んだぞ。はい、ということでね、まあ結構時間来てるんで、さすがにね、これは1本じゃ取れません。ということで仕草だけやって終わりましょう、ね、次回はね過去に行きます。追加イベント相当多いですね。ここでそうね、早かったね。こうだね。え、今のが本当のエテーネの挨拶？なんて壮大なエテーネの挨拶なの？役者の表現力一つでただの仕草が荘厳な物語を紡ぎ出すんですね。あ、なんて神々しい、人の心を洗う至高のエテーネの挨拶。私涙が止まりません。先生の演技素晴らしかったです。私少しでも先生に近づくため努力します。これ私の気持ちです。受け取ってください。ということでね。まあ、こんなことができますと。ね。はい。ということで、次回はね、箱舟でね、過去に行きますんでね。本日はありがとうございました。私、先生の演技を目指して勉強を続けていれば、絶対女優になれる、そう思うんです。そして、いつか、世界の中心、レンダーシアにあるグランゼドラの王立劇場に立つような大女優になってみせます。ですから、これからも応援してくださいね。はい。頑張ってね。